あとは、兵庫県神戸市長田区に存在する合同庁舎。阪神、淡路大震災から20年を経たものの、依然町の賑わいが回復していない、新長田南地区に、兵庫県と神戸市が連携、協調して、各機関を移転することで町を活性化させることを目的として建築された。2015年に、兵庫県知事と神戸市長が会見し、新長田エリアに、 各機関が移転されることが決定する。2017年10月には、非公式が行われ工事着工がされ、2019年7月に完成した。新名型合同庁舎ができたことで、地域で働く職員が1050人増加、年間の来庁者数が30万人といった地域の賑わいの増加が見込まれる。 延べ床面積は19,500平方メートル、掃除業費は82億円。2019年7月6日には、新永田合同庁舎の完成を記念したイベントである、ときめき誕生祭が、付近の商店街で行われ、お祭りムードで街を盛り上げられた。新永田合同庁舎の完成以前より地域での新規の店舗の開店が相次いでいた。庁舎の職員と、 庁車利用者の昼食の需要だけでも年間1億3000万円の経済波及効果が見込まれた。隣接するアスタクニズカ5番館とは歩行者デッキで接続する。神戸市営地下鉄海岸線駒川林駅徒歩2分。隣接のアスタクニズカ3番館の駐車場が利用可能。ありがとうございます。